それも一緒に頼むよ。なんだっけ？自己紹介が曖昧だったから名前覚えてねえや。捨てといてね、北郎くん。最初のカードチェンジの際、予備のカードは十分に用意しておきました。このままゲームを続けましょう。最初に馬場を配られた方が負ける？バクさんはもう馬場を引かない自信があるのか？負ければもうどの馬場が来ようとバクさんは終わりなんだ。今、七皇帝目の貞国にプレッシャーを与える意味でも、ここは4以上の馬場が来てほしい。おい、どうだ？貞国の状況は？心配は無用です、カール博士。うん。今はまだ同志の方が有利。ここで相手に馬場が配られれば、勝ちは確定する。やった！馬場は5だ！って、バクさん？配られたのはバクさんだ！あらこうだと何をほざき何をのたまおうが、どうやら我らの勝ちのようだ。これがお互い最後のゲームだ。やはり貞国は引かない。ところでお前、何のためにこんなことをしている？こんな勝負をしてまでなぜ金が欲しい？大金での贅沢な暮らしが忘れられないのか？それとも命を懸けるスリルが欲しいジャンキーか？そんな欲にまみれた生き方に疑問を感じたことはないのか？自分は何のために命を授かったのか、生あるうちに何をなすべきか考えたことはないか。少なくとも俺にとってこんなギャンブルはただの革命のための資金稼ぎ。正直ここに立っているだけでヘドが出るが、それももうそのカード、それを引いて終わりだ。俺には早くここを出てなすべきことがある。お前の首吊りなんぞ見てる暇もない。死んでろ、一人で。こっち。こっちだよ。馬場はこっちにある。ね？引くなら隣のこっちを引いてよ。俺を信用して。この展開はやばい。ほら。ほら、どうしたの？ほら。こいつ、また、もしかして、まさかそんなはずは。早く引きなって、俺を信用して。ほら。貞国様、残り10秒です。まさか、さっきのは偶然じゃないのか、狙ったのか。今もあれを狙っているのか。こいつのおかげで。また引いた。貞国がまた馬場を引いた。なんだこいつは。俺は完璧だったはず。俺にミスはなかったはず。これで2回目だ。嘘食いは今、貞国がカードを引く瞬間馬場を差し出したように見えたが、貞国もそのカードを自分の意思で引いていた。これはすり替えではない。気に入らなければ隣のカードを引けばいいだけのこと。
それほどはっきり目に見えた動きだ。一体何が起こっている？何をしている！もたもたするな！早くカードを引け！せっかく決めた制限時間だ。1分。じっくりと使わせてもらうよ。え？何をしているんだ、この人は。理解できない。一体今何が起こっているんだ。どうした、引け。わかるはずがないんだ、カードを見でもしない限り。なるほど、ぼんやりと見えてきた。退治した時から感じていた違和感、このからくりは常識の範疇を軽く超えている。こんなもの見破ることなどできるはずがない。ボビック嘘食い第1回いかがだったでしょうか。まだらめ爆薬の森川俊之です。佐渡国規約の小山剛です。はい、ということで、今週からですね、4週にわたってお届けする作品はですね、週刊ヤングジャンプにて連載中の佐古俊夫先生の嘘食いです。はい、はい、ということで第1回目、記念すべき第1回目、はい、そうですね、やりましたけど、ものすごい手探りな感じで、ね、手探りってなかなかあのちょっと未だに会ってたんで、ちょっと自信がないんですけど、お互いがなんかこうね、はい、今自分にいっぱいいっぱいな感じがして、はい、というかまだちゃんとご挨拶もしなかった。あ、どうも、あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。あ、どうも。初めましてじゃないでしょ。初めまして。何回かご挨拶、ね、なんか現場でライブとかね、会してるんですけど、ちゃんと挨拶させていただくのは多分これ初めてなんで。あ、でもなんか世代的には一緒でしょ。ね、僕42年10月4日の。あ、42年1月。あ、じゃあもう学年で言うと一つ先輩で、はい、まあほぼでももう初老を超えてるということで、初老もう、ほぼ初老ということで、もうほぼ同世代。ほぼ初老って、まあ40超えれば何でも一緒ですよね。もう恥ずかしいものも何もないっていう、はい。もうどんどんね、性欲も衰えていくわけですが。そういう話は、はい、ね、とりあえず、あの演じてみて。はい、どうでしたか。いや、もういきなりクライマックスが来てる感じで、もういきなりハーハーな感じなんですけど僕ババ抜きでこんなにまさかこんなハーハーするとは緊迫するとは、ねえ、本当に、ババ抜きっつったらもうなんかちっちゃい頃のね。そうですね、小学生ぐらいの。そうですね、小学生、僕も中学ぐらいから麻雀を覚えてしまって、ちょっとそっち系、でもギャンブルは基本的に好きなんで、こういう世界はものすごく、ババ抜きでも、ババ抜きでもやっぱりね、ババ抜きで このぐらい緊迫結構慣れるんすごいよ、ね。なので今後の展開が楽しみなんですけど、ね、多分、僕が勝つんじゃないですかね。どうでしょう。雰囲気的には完全に負けそうな雰囲気で進んでますけど、なんかどんでん返し、まあ、僕の役もなんかこうひょうひょうとして、ね、はいはい、明らかに勝ちそうな感じはしてますけど、そう最後なんか負けるんじゃないですか。いや、わかりませんよ。はい、これはやっぱりこの続きを楽しみにしたら、はい、そうですね、楽しみに結末を、はい、はい、ということで、はい、締めた方がいいですか。そうです、まだね、はい、まだたっぷりあると思います。そうですね、今日長いんで全部出しちゃうとね、おいおいやっていきましょう。あと黙るしかなくなっちゃうんで、はい、はい、ということで次回もお楽しみに。お楽しみに。